皆さんこんにちは。今回からですね、大東亜戦争の政治的な背景、特に国内政治ですね、について、詳しく見ていきたいと思います。もしお時間がある方は、参考のテキストとしては私の近衛文麿野望と挫折という本を見ておいていただければと思います。これも、大変僭越ですけども、いわゆる一次資料群ですね、非常に貴重な一次資料群も含めて222の主要参考文献で、主要でない参考文献も入れるとさらに数百ですね。それの、エッセンスが実は詰まってるんですね。私が自分で使ってる付箋がついてて、ちょっとここに聞き入れの方がありますねありましたね、詰まってるんでね、実は私が書いたんですが、私が今読んでもですね、さらにいろんな発展性があるというか、新しいひらめきもどんどん出てくるっていう本なので、ちょっと高めで2300円ってなってますけども、まあ、居酒屋1回分かもしれませんが、これも手前味噌ですけど、数十倍の価値はあるではないかと思いますので、お時間ある方はご一読いただければと思います。それからですね、これ後でまた詳しく話しますが、この本ですね、帯を取るとですね、こういうのが登場するんですね。これね、昔のマイクなんです。ラジオ放送のマイクなんですね。だから出版社の方、いい写真をカバーにしてくれたんですね。これはNHK のラジオ放送でですね、近衛文麿は実は長い間 NHK の総裁だったんですね。そして自分でですね、首相になってから、特にですけども、ラジオ演説するんです。でプロパガンダってことを近衛は非常に研究してまして、ラジオをフル活用したっていうのは、当時有名なのはルーズベルトの露偏談話とかね、あるいはヒトラーとかね、そして近衛文麿なんですね。世界的にラジオを活用したの。チャーチルも活用し始めますけどね。で近衛文麿がラジオ演説するとですね、当時では斬新ですからね、当時ではね、もう日本中の女性たちがね、若い女性おばさんたちが、貴公子プリンス首相の近衛さんの演説だって、キャーキャー言ってラジオの周りに集まったと言われてるぐらいうまく使ったって言うんですね。まあ、雰囲気で言えばですね、まあ、これは我々と立場全然違いますけど、ちょっと前の小泉純一郎ブームですね、改革なくして成長なしとかいうスローガンでしたっけね、改革でしたね。あの時って瞬間的に支持率 90% 近かったんじゃないのかな。それと実は近衛の、特に第二次近衛内閣直前って同じぐらいの人気だったんですね。沸騰してたんですね。そして近衛は、小泉が改革なら新体制って言ったんです。新体制運動って言って、その心は日本を一党独裁、ソ連共産党のような体制抑散会体制、一党独裁体制を作ろうと画策したんですね。これうまくいかなかったんですけど、で新体制っていうキャッチフレーズでね、キャッチフレーズポリティクスをやりましてね、で世のおばさんたちが井戸端会議でもね、これからうちも新体制よとかね、町内会も新体制で行くわとかね、学校も新体制だとかね、我が社も新体制で行くって、新体制ってことがブームになったんです。だからそのブームを火をつけるわけですね。だからプロパガンダの実は天才であったということがわかるんですね。これ、しかし本屋さんでね、帯取らないでくださいね、見ようと思ってね、 お手持ちのだけ取ってくださいね。本屋さんでそれやると怒られますからねということでございます。さて、話の方をちょっと本題に持っていきますけども、ちょっと対極感を今一度見ておきます。最初の段階でちょっとお話したかもしれませんが、この時間軸であって、これこちらが地域ですね、19世紀、20世紀、21世紀、ヨーロッパ、アメリカ、日本と、で中国共産党も書いてありますけども、大東亜戦争は日本のこの位置ですね、に書かれておりまして、この図は国際金融資本家の勢力影響力のイメージ図です。イメージですね、ロシアイド家がフランクフルトからナポレオン前に勃興してね、その影響力が大きくなってヨーロッパ中を占めていくと、
青で表示してますね。そして、オレンジで、南北戦争後石油が勃興してアメリカの石油の流通の9割をピーク時で占めたロックフェラー家の力が大きくなっていく、オレンジ色ですね。青の上にオレンジが実は乗ってるわけですね。でロシア江戸家、ロックフェラー家、他の勢力もありますけど一応割愛してますね。ロシア江戸家、ロックフェラー家、公営ロシア江戸家なら全英ロックフェラー家の体制でアメリカ戦略をテコにしね、世界戦略を展開していくということですね。まあ、具体的には第一次大戦であり、国際連盟作り、王立国際問題研究所、 CFR 社会も、外交問題評議会、ソ連、ね、ソ連の育成、コミンテルンの育成、大恐慌、第二次世界大戦と、それで戦後の国際連合、冷戦、ね、いろんな戦争ですね、ビルダーバン会議等々、いわゆるニューワールドオーダーですね、新世界秩序作りに邁進し、第二次大戦がほぼ完成に至ると。そして21世紀になって、このニューワールドオーダーが若干危機を迎えると、反 EU 運動、プーチン、トランプの当選等々ですね。しかし日本は名をもってますますずっぽりというのが概略この図なんですが、大東亜戦争というのは幕末明治維新以来、はっきり言ってパリやロンドンのロシア江戸家の営業界に入った日本ですね、日本がこう青く塗られてるんですが、そういった中で日本の要人たちが努力をしですね、条約改正と治安、治外法権の撤廃、関税自主権の回復等々ですね、領事裁判権の撤廃等ですね、条約改正に成功し、まあ、いわゆる、列強の一角というか、まあまあ独立していくわけですね。ところが満州の権益を日本が確保すると、もう国際金融資本はその日本の動きを目の敵にすると、ね、そして、いよいよ満州国建国後どんどん封鎖していくと、で日清シナ事変を仕掛けられね、外からも仕掛けられね、内からも仕掛けたんですけど、そして、そういった中で帝国陸軍を中心に本当の独立への動きを徹底しね、それが大東亜戦争になったと、自存自衛のよって、ここ白抜きになってるわけですね。で戦後は占領下でまさにまた青とオレンジ色でこう塗り込められてるということですね。でこれが国際的なパワーバランスからお話しした大東亜戦争なんですけども、これからの話はこの内側ですね。日本国内でもこの日本の独立を打ち壊そうとする動きがあったということですね。日本国内でももっと具体的で言えば、明治憲法下の大日本帝国を亡き者にして藤原主義ですね、藤原の文麿が覇権を取ろうとしたという大きな動きがあったんですね。内外こうして日本を亡国の淵に追いやったと。で結局大日本帝国は亡くなりましたよね、彼らの、そして藤原文麿の思惑は成功したわけです、残念ながら。じゃあどういうふうに成功に持っていったのか、あるいはその後どうなったのかっていう話をこれからしていきたいと思いますね。コネフンマロ、野望と挫折です。まずね、ガイダンスとしてですね、この話をさせてください。実はですね、私はあの幼い頃というか子供の頃は荻窪に住んでましてね、杉並区の荻窪、の地方線の荻窪ですね。で私の家の近くに近衛の屋敷があったんです。敵外荘って言いましてね、当時2000坪弱だったと思いますね。私の家は大邸宅じゃなくてね、うさぎ小屋なんですが、たまたま近くに住んでたと。で小学校通うですね、通学路も近衛の大きな屋敷の塀の横の道を通っていったということですね。で毎日通ってるうちにね、この塀の向こうは何だろうという思いが募ってですね、で当時は今と違って徒党を組んで遊んでたんですね、子どもたちって。皆さんどうですかね。で年長者がリーダーになってね、私のとこも10人くらいで積んで遊んでたんですよ。まあ野球したりサッカーしたり、いろいろ冒険をしたりね。でその10人である日、近衛の屋敷の塀を乗り越えましてね、中入ってたんですね。なんか入ってったんですよ。
広い庭、芝生がありましてね、実はショートホールだったんですね。家の中にゴルフのホールがあるんですよ。でバンカーもあってグリーンもあってね、でその周りが鬱蒼とした林に囲まれてましてね、でその林の中に大きなクスノキがありましてね、でクスノキが太い枝がこう分かれてるんですね。で周りは鬱蒼とした木々で、反対側の母屋からは見えないんです。間に芝生があってね、見えないところにクスノキがあって大きな枝分かれしてて、その枝に私どもですね、角材とベニヤと釘を持ち込んでですね、小屋作ったんですよ。簡単な、当時森林警備隊とかね、ターザンっていう映画が流行ってましてね、それを見て影響を受けてましてね、ターザンの小屋を作ったんです。で随分通いましたね。でそこでおやつ食べたりとかね、楽しい思いを しました。で母屋から見えないんですが、1年に一遍は、少なくとも1年に一遍は広い屋敷で庭ですけど、草木の手入れもするわけであってね、多分職人さんでも家人の人でも散歩すればね、気づいたと思うんですけども、壊さないでくれたんですね。ですからコネフンマロについていろいろお話ししますけども、私は家族の方々には大変感謝しておりましてですね、その思いをちょっと最初にお伝えしたかったですね。でも私はその時から思いました。近衛さんというのは元首相だったってことは知ってたんですね。そのお屋敷だってことは分かってたんですが、近衛さんってどういう人かっていうことは、その荻窪の町の人たちも語らないですね。語れない。大人の人たちも知らないんですね。非常になんか異様なもの、不思議なものをずっと感じてましたね。そしてそれが私の歴史へのアプローチが始まる通りに結びつきましてね。で当時は近衛の屋敷の木の上に小屋を作ったんですけどね。今は近衛にね、近衛の屋敷にね、真実の小屋を打ち立てようとしてるのかなと、ね、今の近衛の屋敷についてこれからお話しますからね、ということですね。これは表札ですね。これ新しいのはですね、実は杉並区がですね、買い取りましてね、相続の問題があるから。でさっき言った前にゴルフのショートホールだったところは芝生の公園にして開放してます。綺麗な芝生ですね。整備さ今もしててね。で私は花見に近年も行きました。桜の花も立派に咲いてましてね。で建物の方は今修築してまして、時々開放してますけどね、修築してて、で、寄付を募ってるのかな、要するに基金がたまったところで整備して、それも開放すると、歴史資産としてね、ということで杉並区が進めてますね。ホームページ見ていただければ、杉並区近衛文丸とか敵外荘、荻窪の荻、それから外っていう字ね、敵外荘って入れれば出てくると思いますね。で近衛邸の中はこれは表札で、観光用におそらくね、杉並区が用意したものがはめてあるんだと思いますね。これが今お話した芝生ですね。芝生でこれが母屋の屋敷の方ですね。ここの部分は実は移設されてましてね、他の宗教団体が戦後買い取りまして持ってっちゃったんですが、これをまた戻してね、そして開放しようということを杉並区は進めてますね。ここのところで重要なね、荻窪会談ね、近衛文麿とか松岡洋介たちが第二次近衛内閣が始まるにあたって集まってね、でここで三国同盟の方向とかね、対英米開戦やむなしみたいな勝手な方向感を決めてるんですね。その会議室がここにあったということですね。でここが母屋でね、で昔はね、木は鬱蒼としたんですよ。ここね、今これ一本ですけどね、鬱蒼としてて、嘘としてて、で木の合間からこの家の人たちが ここにいるのが見えたりしたんですね。私が10人で忍び込んだ時ね、まあもう時効でしょね、時効だと思いますから、こう白状してるんですけどね。そしてなんとね、木全部伐採したわけですよ、こう綺麗にね。これクスノキ、私が小屋作ったクスノキだけ残ってたの。これ嬉しかったね。これ数十年ぶりに私は実は訪れたんだけど、でもっと背が低かったんですよ。もう40年前かな、40、50年前かな、もっと前だ。だから
ちょっと僕の年がバレちゃうけどね低かったの。だからもっと低いところで枝分かれしてたわけですね。だからすごく成長大きくなってるんだけど、それだけが残ってるわけ。あ、嬉しかったですよ。でなんか非常に縁を感じましたね、そういうことですね。あ、それとね、あの屋敷の歴史っていうのもその杉並区の方でまとめてんだけど、ここにショートホールがあったって書き方してないですからね。私も入った時びっくりしましたよ。なんて贅沢だろうと思いましたよね。だからそれはね、多分ね、不死点だと思いますね。だからここだけの話にしてくださいね、はい。これがその大宮のさらに接近した公園側から見たですね、正面玄関はこの裏にありましてね。でこれを全面開放すべく整備を進めようという計画があるんですね。で今の現状でも年にね、今はコロナだからどうかわからないけど、ちょっと前までは年に1回か2回開放したんです。予約すると入れたのかな、うん、なんかそんな感じです。で私は行きましてね、で近衛が文麿が亡くなったっていう部屋もね、そのまま残ってて現場検証して写真いっぱい撮って、まあ、そういった現場検証とか写真で確認したものと、それから近衛の歌人や秘書たちが書き残したものを照らし合わせてね、その結果が近衛は自殺したのではないということが詳細にこれ入ってるんで、またあのそういった面でもご興味がある方はぜひ読んでいただきたいんですけどね。まあ、それも随分調査しましたね。お医者さんに聞いたりね、青酸カリを飲んで死ぬ場合はどうなるのかとかね、そのことがいろいろ今伝わっていることと整合性があるのかないのかとかね、結論は整合性全くないですね。青酸カリで死んでないはずですね、ということなんですね、はい。敵外装っていうお屋敷だってお話をしましたね。私はこの今回の講座をお引き受けするにあたって、ちょっと大げさに聞こえるかもしれませんが、これを一つの関氏の務めというふうに捉えておりました。日本は共産中国とグローバリズム勢力に侵食されています。私は例えで出すのは、かつて歴史上のですね、ポーランドですね、大きな抵抗を示しましたけれども、このポーランドって国はなくなってしまうんですね。日本は溶けてしまう、溶解してしまって、この日本という国がなくなってしまうんではないか。しかも私は孫の時代にですね、そういうことが起こるんではないかという非常に危惧しているんですね。この国難に立ち向かうにはですね、目先の今のいろんな動きだけを追っていてもどうにもならないんですね。自民党が議席を増やしても減らしても、立民が議席を増やして減らしてもですね、日本を救うことには全くなりません。日本はですね、少なくともこう200年に遡る貪欲な資本主義ですね、グローバリズムの無限の拡大、資本主義の無限の拡大という大河の中でですね、翻弄されているわけです。日本人はこの資本主義の無限の拡大ですね、グローバリズム勢力の実は知恵をですね、超えなきゃいけない、こういったところに初めて活路が開かれると私は考えています。我々はですね、当たり前ですけども、内外の今の愚かなマスコミですね、愚かなマスコミの思惑を超えなければいけない。我々はですね、古きはマルクスの嘘、デタラメ、そして今また拡大しようとしている共産主義の偽りを看破しなければいけないんですね。そして我々はロシアイドやロクラなどの認識を超えなきゃいけないんですね。超えるパワーを身につけなきゃいけないんですね。その時初めて我々の活路は開けると思うんです。この講座はそのことに向けたですね、準備なんですね。私は今回の近代史の講座をそのように位置づけてます。世界の構造を解き明かします。実はいろんなリスクのある話も出てくるんですね。だけども私は臆することなく、そして日本史と世界史のも区別はありません。日本、欧米、ロシア、中国等々ですね、この200年の世界構造を立体的に解き明かしていきたいというふうに考えてます。そして私にとっては今回の講座は最初で最後の大きな機会というふうに、そういう覚悟で臨んでいるんですね。そして皆様にできるだけ深くですね、最大限の認識を皆様と共有していきたいというふうに考えています。
まず大東亜戦争の話から始まっています。フソの歴史に誇りを持ち、で貴重な教訓を学び、失敗でさえ成功の元として、ね、捉えれば、もう打つ手は無限に拡大していくはずです。我らに勝機ありと、そして実は急がば回れなんですね。この近現代史の体系の中でですね、大きく本質を掴んでいく。そしてこれが一巡する頃ですね、今アメリカと戦っているトランプ以上にですね、世界を見つめる、あるいは世界を捉える知恵と勇気を身につけているかもしれません。そう願っている近現代史コードです。どうかよろしくお願いいたします。